安倍博士は、日本の俳優。茂田オフィス所属。神奈川県横浜市神奈川区出生。三人兄弟の末っ子として生まれる。横浜市立三津沢小学校、横浜市立松本中学校、神奈川県立白山高等学校、一郎を経て、中央大学理工学部電気工学科卒業。大学在学中の1985年。 姉に勧められて優勝商品である車欲しさに就営者第3回ノンノボーイフレンド大賞に応募し優勝以降雑誌ノンノメンズノンノのカリスマモデルとして活躍1987年に映画ハイカラさんが通るで俳優デビューまたアイドルとして1988年にアルバムをリリース同年以降は俳優を 主として活動するも、ファッションモデル出身という肩書きと、顔立ちから、ありきたりな二枚目の役しか与えられなかった。さらに、背が高すぎるために女性とのツーショットが取りにくいという、問題が浮上。次第に、ドラマの仕事が減っていき、大きな焦燥感に駆られていった。三年間は、仕事に恵まれず、パチンコで生計を立てていた。この頃に古武術をはじめ、 後の仕事へつながる。この頃、投資用にマンションを購入。バブル崩壊による不動産価値下落、自身の人気低下もあり、大借金を抱えてしまう。追い打ちをかけるように、かつて一世を風靡した有名人を創作する、バラエティ番組、あの人は今の取材で、創作対象になってしまい、一年発起した。本人の著作によれば、 1992年に NHK ドラマチロルの番下に高倉健が主演するという話を聞くと名前の付かない早くにもかかわらず出演をお希望何か小さいことでもヒントを得ようとしたとされる1993年塚公平作演出の舞台熱海殺人事件モンテカルロイルージョンでバイセクシュアルの部長刑事役で主演1994年忍いだれで 憧れだった役所工事と共演を果たし、教授ルガーピー0 8と2本合わせて、日本映画プロフェッショナル大賞、特別賞を受賞。1995年の NHK 大河ドラマ、八代将軍吉宗で有能な老中、松平のり役を演じたのを皮切りに、時代劇への出演も増え、 特に大河ドラマにはその後、玄禄両乱、武蔵武蔵、義経、天知人などで重要な役どころとして立て続けに出演。脇役として一定の地位を確保した2000年、仲間由紀へと共演したドラマ、トリックでは、劇中で自身のモデル時代の写真を自虐ネタとして多用するなど、徹底して3枚目の役を演じた。また、 2005年に出演した映画、うぶめの夏が、きっかけで、京国夏彦の著作である、百吉連れずれ袋、雨のあと書きを担当。映画に出演しての感想を書いている。テレビドラマ、結婚できない男での演技が、2006年上半期、頑張った大賞で、FNS 頑張った大賞を受賞。結婚できない男とは逆のホームコメディドラマである、アットホームダットでも、 主人公を演じる。バブル当時の人気を買われ、2007年公開の映画、バブルへ、ゴー、タイムマシンは、ドラム式に出演。2006年3月11日公開のアニメ映画、新旧聖主伝説北斗の剣ら王殿純愛の、小の健士郎役の声優を担当した。2012年には、映画、テルマエロ前にて、古代ローマ帝国の浴場設計技師を演じ、 第34回横浜映画祭主演団優勝、第55回ブルーリボン賞主演団優勝、第36回日本アカデミー賞、最優秀主演団優勝を受賞。2018年2月6日、電気製品発表会イベントのため台湾に滞在していた際、可憐ン県沖を震源とするマグニチュード6.0の地震が発生、ホテルなどの建物が倒壊、 死者も発生する惨事となったことを受け、1000万円を寄付することをイベント司会者を通じ発表し、3月1日に東京都港区の台北中日経済文化代表どころで1000万円を手渡しで寄付した。40歳を超えて、なお独身で目立った恋愛報道もないところに主演ドラマ、結婚できない男での演技が評判となり、そうしたイメージがさらに定着していた中、 2007年11月20日、15歳年下の当時28歳の女性との結婚を記者会見で発表した。会見では結婚できない男にちなみ結婚できない男が結婚することになりましたと述べて会場の笑いを誘った。5年ほど前に友人の食事会で出会い、1年前に安倍がメールをしたことから交際に発展。結婚の理由については僕にとって 可愛い人。価値観があって、年齢差を感じないとのこと。2008年2月に入籍。2011年6月23日、第1子が誕生。2012年11月1日、第2子が誕生。ふとじは、主演作品。TBS 富士テレビ。ありがとうございます。